アセアン東南アジア諸国連合の外相会議がラオスで開かれ、2021年のクーデター以降、主要な会議への欠席を続けていたミャンマー国軍側が出席しました。主要な会議への欠席を続けてきた国軍ですが、今回、出席者を送ったということで、ASEAN に譲歩する形となりまし ASEAN 外相会議には、ミャンマーで実権を握る国軍側から、 外務省高官が参加しました。asean は主要会議への出席について官僚など非政治的な代表者に限定していて、これまで国軍側は反発し、欠席を続けてきました。ミャンマー情勢が議題の1つとなった。今回の会議では asean が2021年4月に合意した暴力の即時停止など5つの項目を推進するよう。 改めて確認されました。